これがこうなるからこうなるでありまして、いやいやいや、ダメダメダメであります。こんにちはであります。ごめんね、研究ダメにしちゃった。いやいや、ペコラ、今夜のお祭りのため花火を作ろうと思ってるのであります。でもこれといって新しいタイプの花火が思いつかないであります。そうだね、こういう花火前にも見たことあるもんね。こういうのはできた。これなんかどう？素敵でありますが、これは一体？キューブ型花火だよ。それは素晴らしいアイデアであります、ペコラ。今からすぐ作るであります。ドクターチュー本当に頑張るね。何事も一生懸命やるのが一番の近道であります。でなければ花火はできないであります。そこでたまドクターチュー、新しい花火を作るっていうなら俺たち消防士の許可が必要。まずい火が出た時に備えること。本当の火事まで行かなくても煙にぼや、バケツ一杯の水があれば全然違う。バケツ一杯火の用心。雨の方が効くけどね。消防車は雨で洗えない。洗車するとなぜか雨が降るんだよな。おじいちゃん、ノボペコラのターボスイッチ直しといたです。いつでも使えるです。行くです。ペコラ、ダンスの練習に遅れちゃうです。ああ、そうか、ダンスか。お祭りで踊るんだった。そうだ、きっと楽しいですよ。カウボーイフォークダンス、僕のパートナーはスチームです。ペコラはパートナーいるでありますか？いや、僕は一人で踊るの。ずっと練習してたんだ。一応行くです。ペコラ、それを当てるです。キューブタウンで火事起きたことないけど、危ないのはあったな。去年はペコラのおじいちゃんの誕生日ケーキのろうそくガンガン燃えてギリギリで消したんだ。バケツで水ぶっかけてケーキはダメになっちゃったけど怪我人ゼロ。あ、素晴らしい仕事をされたでありますね。あのチョーク返してくれるでありますか？早くペコラ、みんな待たせちゃ悪いです。そんなこと言ってスチームに早く会いたいだけでしょ。スチーム、リトルチュー、さあ踊りましょう。パートナー、パートナーです。はい、皆さん集まって集まって。みんなカーボーイフォークダンス一生懸命頑張って練習してくれただろう。そこでありがとうの気持ちを込めてプレゼント。ハニーハニーハニー、ありがとう。かっこいいです。イーハー。いやー、ペコラはソロだからカーボーイのシャツに投げ縄も用意したよ。ありがとう、シャルヤマさん。さあ、みんな位置について。いくよ。くるりと回すよ、パートナー。メロンのようにアップインダウン。はい、前に出て後ろに下がってくるりと回ってパチパチパチ。そう、メロンになった気持ちで。カウボーイってメロンみたいに回るの？かっこいいカウボーイはね。知ってたもんね、だいたい。はい、次はペコラの番。なんていうか、シャルヤマさん、僕…緊張しない緊張しない、いっぱい練習してきたんだろう。さあ、踊ってみせて。思いっきり。あー、目を下がって、それで、タンだったか。違うよ、ペコラ。見てて、まず前に2歩出たらお辞儀をする。ペコラ、練習してくるって約束したのにしてこなかったのか？しようと思ったんだよ、でもいろいろ事情があって。ああ、今夜本番なのに。おい、大丈夫、夜までずっと練習してちゃんと覚えるよ。そう願いたいね。これがステップのやり方だから、頼むよ、しっかり覚えてきてくれ。はい、
でリハーサルもう一回。ジャンプだ高く、ジャンプだまっすぐ、メロンを放ってゲートを開けて。いいよ。はい、皆さん大変よくできました。10点満点に。こうしてこうすると、俺たち家事以外でもいろいろ活躍したよな。去年は木に引っかかったガゼルを助けたしさ、自転車乗ってて角が枝に絡まってやって、角外しの技やったんだよな。ドクタージュー、まだここにいる。ここでありますよ、ペコラ。それでペコラ、ダンスはどうだったでありますか？いや、あまり。キューブ型花火はどんな感じ？それがなかなか難しいのであります。キューブ型の火薬の配合はできたんでありますが、空高く打ち上げるロケット装置の方が今一つでありまして。手伝いたいんだけど、今日お祭りで踊るダンスの練習しなくちゃいけないんだよね。うん、ララ、ロボペコラにステップを覚えさせてリードしてもらってはどうでありますかね。オーマイプリン、それとってもいい考えだよ。カウリー、パートナー、さあ、踊ろう。わ、すごいよ、ドクタージュ、ありがとう。どういたしましてであります。新しい装置を試すであります。ロケット装置を試すならここじゃなくビーチでやって、いざって時砂で消せるもんね。それに海水もあるし。そうそう、プロは言うことが違うわ。頑張ってであります、ペコラ。忘れないで、一生懸命やるのが一番の近道であります。よし、ロボペコラ、じゃあやろっか。2歩進んでお辞儀、2歩下がって回る。わかんないや。もっと簡単な方法ないかな。僕の頭の中にステップをダウンロードできればいいのに。そうだ、ロボペコラはステップダウンロードしてるんだ。なら僕の代わりに出てもらえばいいや。いいやよ、はいえ。これなら完璧だ。カウリーバードな、僕は楽できるし。いいか。大丈夫です、リトルチュー。次はペコラが踊ります。今バックステージで支度をしています。いいよ、皆さん、カーボーイペコラに盛大な拍手を。ブーツを踏み鳴らし、投げ縄を投げて元気いっぱいに踊ります。さあ、行ってよ、ロボペコラ。カウリーパートナー、ヤッホー。今のはロボットカーボーイ、ロボペコラが踊ってたんだ。知ってたもんね。いや、空飛んでった後わかった。本物のペコラはどこ？僕ここだよ。ペコラ？なんでロボペコラに踊らせたですか？ロボペコラの方がいいと思って。どうして自分で踊らないの？だって全然練習してなかったし、ロボペコラにやらせれば楽だから。ずるいことやっちゃった。みんなに謝らなくちゃね。特にコーチの猿山さんにがっかりさせちゃった。まあ悪いことしたって分かったんなら、いい勉強になっただろう。ごめんなさい。何か楽な方法がないかなんて考えてる時間があったら、ちゃんと頑張ってダンスの練習しとけばよかったんだ。あれ、ドクター中、どうしたの？いや、失敗したであります。ベストを尽くしたんでありますが、ロケット装置ができなかったであります。今夜はキューブ型花火の打ち上げはなしであります。でもドクター中は精一杯努力した、僕と違って。勝手にロボペコラ使っちゃってごめんなさい。大丈夫かな？心配ないであります、うん、ロボペコラはへこまない、錆びない、燃えない。
ちょっと待ったであります。導火線に火をつけてキューブ花火を打ち上げよう。努力すれば最後は必ず報われるでありますよ。そう、火事が一件もないのは誰のおかげだと思ってる？毎日俺たちが頑張ってるから。そう、テンションピン。